テニスコーチチャンネル。今日は私のボレー、コンチネンタルで打ってないんですよね。その辺を解説したいと思います。なぜそういうグリップでボレーを打つようになったか、その辺もしっかり説明しますので、最後まで見てください。今日は特に上半身にスポットを当ててボレーの解説をしていきます。それでは行ってみましょう。はい、まずね、私のグリップなんですけど、スクールで習うみたいな、こうコンチネンタル、俗に言う包丁を持ちってやつですね、上から挟んで下げてきますよとかいう風に習うと思うんですけど、私は少しフォアハンドに近いグリップで持っています。何気なく過去の動画でボレーの回見ていただくと分かるんですけど、結構フォアは厚めに持って、バックはこのままで打ってますので、その辺を注意して見てみてください。はい、フォアボレーのグリップを少し厚めで持ってる一番の理由は、やっぱりフォアボレーのボールをバーンと厚く捉えたいからですね。こうちょっとフラット気味で厚く捉えたい。で、自分で手首の角度を調節して上向き面を作れば、よりスライスの効いたボールも両方打てますね。スライスを自分でかけてボレーをしていて、途中でそのままのグリップでボンと熱い当たりのボレーもできるんで、私はこれで持っています。実際ちょっと打ってみます。少し上向き面にすればスライスがかけれます。同じグリップでバーンっていう、少し厚めに持ってるんで強いボールも打てる、スライスも打てる、厚い当たりもできる。この辺が作りで、少し厚めのグリップで持つメリットかなと思います。スライス、厚い当たり、両方同じグリップでできます。バックブレーも同じグリップで私は持っています。ちょっと実際打ってみます。バックボレーの方がフォアボレーに比べると、よりちょっとスライスの強いボールになります。ただフォアボレーと比べると、バックボレーの方がラケットを振っていけるんで、その分ちょっとスライスの強いボールでも威力が出せますので、私はグリップチェンジなしでフォアに少し熱いままでバックボレーをしています。この辺のなぜバックボレーの方が振れるかっていうのは今から説明しますので、この後お楽しみに。じゃあ、なんでフォアボレーに比べてバックボレーの方がラケットを振っていけるかっていうと、フォアボレーは肩が後ろについてるんで、ラケットをあんまり引いてしまうとめちゃくちゃ打点が後ろになっちゃうんですね。結構振り遅れちゃうんで、前でできるだけ前で捉えたいんで、グリップ厚い方が僕はいいなと思っています。薄いグリップで前出そうと思うと手首がすごいしんどくなるんで、今まで習ってたコンチネンタルとかよりは少し厚いグリップの方が前で取るには向いています。で、バックボレーはなぜそのままフォアのグリップでやってるかっていうと、今お伝えしたみたいに肩が前についてるんで、多少後ろにラケットを持ってきても前で取りやすいんですね。なんでスライスがかかりやすいグリップなんですけども、テイクバックをフォアより大きく取れることでバーン、ちょっとスイング幅が長くなるんで、厚くボンって当てていけますので、僕はそれを採用しています。実際最近のプロの選手もコンチネンタルで打ってる人っていうのは非常に少ないです。フォアに少し厚いグリップで
打って、まあ、状況によって持ち帰っている場合が多いんですけど、何気なく普通にボレー対ストロークで練習するときなんかは少し厚めに持ってる人が実際多いです。じゃあちょっと横から打ってるところ見てみてください。じゃあ実際横から見てください。フォアボレーいきます。少しフォアに厚めのグリップで持ってます。映像でも結構厚く見えると思います。肩が後ろについてるんで前で取りたいから厚いグリップにしています。これ引いちゃうとすぐ遅れちゃうんで前で取りたい、だから厚くしてます。で自分で上向きにすればスライスも打てる、そのまま厚いグリップ、そのままドライブボレーだってできます。いろいろできるんですよね。スライスもできるし厚い当たりドライブボレーもできる、いろいろ使います。極端に厚グリだとできないんですけど、これぐらいのグリップだったらいろんなボレーが打っていけるんで、このグリップにしています。バックボレー打っていきます。グリップ同じです。肩が前についてるんで多少後ろになっても前で取りやすい。フォアは後ろ、バックは前についてるんでテイクバック少し取っても振っていけるんで、もともと上向き面になりやすいグリップなんですけど厚く当てることができています。実際打ってみます。少しねやっぱりテイクバック取ってます。もう前から前って肩が前にあるのにすごい振りづらいんですよね。気持ち取ってあげた方が振りやすいです。もともとラケットが上向きになってるんできっちりスライスがかかります。テイクバックを大きく取ることで結構厚い当たりもできるんで、僕はこのグリップを使っています。フォアに比べるとちょっと後ろ行ってると思います。まあ、視界に手の甲が残ってるぐらいまでは前で取れるようになったら引いちゃってもいいかなと思いますね。前で取れるのが前提ですよ。後ろでしか当たらないのに引いたら振り遅れますから、前で取れるようになったらテイクバック少し取ってみてください。はい、どうでしたか。中にはねやっぱ合わない人もいるのではないかなと思います。やっぱちょっと薄グリの方がしっくりくるなという方もいらっしゃると思いますので、あくまで最近こういう人が多い、こういうプロが多いよっていうことで紹介しています。提案ですので、絶対ではありません。そこを、ね、勘違いしないでください。やっぱり私はこっちの方がいいなって言ったらそっちを採用してください。状況に合わせてグリップをいろいろ使い分けれるっていうのが最終的には理想だと思いますけども、こういう打ち方もあるよっていうのを、お伝えしました。次回は今日やったボレーの足の方にスポットを当ててやっていきます。前で厚グリで取ったら足はじゃあ今までなんか変わるのか、その辺を解説していきますので次回楽しみにしてください。今日は足の方にスポットを当ててやっていきます。今までコンチネンタルで打ったボレーとグリップが変わったら足は果たして変わるのか、その辺を見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。はい、実際何が変わったかというと、先週もちょこっとね触れたんですけど、グリップが薄いのに打点を前ってすごい手首がしんどいんですよね。これを解消するには横向きを作らないといけない。横向きを作るんですよ。そうすると手首の角度が少し緩和されてコンチネンタルグリップでもしっかりボレーをしていけるんですけども、よりやっぱり前で取りたくて厚グリになったらターンがそこまで必要じゃなくなります。なんで足は今までと何が違うかっていうと、つま先の向きを真横にしてターンしてたのが、つま先はほんのちょっと横に向きを変えるだけ、これで OK ですね。今まではつま先を真横にして体重をかけて体も
すごい横向きになってたんですけども、初振りで前で取れるようになったら、つま先の向きをちょこっと外に向けて体重をかける。これだけで OK です。現代テニスはやっぱスピードが上がってるんで、横向いてる時間ももったいないから、前で取るためにプロは多いグリップを採用している人が多いです。ターンの幅が少なくて厚い当たりができる。バックも同じですよね。前で取るわけですから、昔みたいに左足をこう体を真横にしていうことではなくなってきました。つま先の向きはちょこっと変えて、そこから打っていく。テイクバックは少し先週と一緒で大きめに取っています。前で取れるからターンが少し進みますよね。ここの辺を参考にしてください。実際打ってみますが、足を見てほしいんで、あえてネットの前でやってみます。昔みたいにこのつま先を真横にしなくて OK。 少し向きが変わって体重がかかればそれで大丈夫です。厚振りで体の前で取ってみる。上向き目にすればまたスライス打てるし、バーン強いのも打てるって、ターンがほとんどいらないのに熱い当たりのボレーができる。これいいですよね。ちょこっとターンして、ちょこっとターンする、そのまま打つ。グリップが薄いとすごい真横向かないと手首がシートです。こんなことしてる暇が現代のテニスはないんで、前で取っています。バックも同じです。フォアに比べると少し、ね、横向きが強くなるかなって若干そんな気がしますけどね。昔みたいに真横を向いてるっていう感じでは全然ないんで、ちょっと見てください。左足少し横、そのまま前で取る。テイクバックは少しね取っちゃっていいです。昔みたいに真横を向いて打つ、こんなことしてる気はないんで、前で取りたいからつま先の向きは結構前向き、前向きで少し斜め向きで打つ。ほんの少しつま先の向きを変えて打つ。この辺りが以前と違うかなと思います。足を意識するための効果的な練習をここで一つ紹介します。ボレーをするときに手を後ろにやっちゃってください。手ってね、結構こうラケットの方に出したり、手を使って体重をこう外側にかけたりって意外とできるんですよね。こう手を使って体をターン、ストロークとかも左手を使うことで体がねじれたりするんですけど、手を後ろにやることで足に意識がいかないとターンができなくなりますので、少し後ろに手をやってみてください。そうすることで足を意識してボレーができるようになります。そうすると余計なテイクバックもなしになって、打点も前で取れるようになりますので、意外とねこれ使えますから、やってみてください。ちょっと打ってみます。手は後ろです。これで手が使えなくなるんで、足を意識してターンをしないとボレーができなくなりますから、足に意識を持っていく。そうすることで手の意識が少なくなるんで、余計な引きもちっちゃくなります。引いてしまう方とか足のターン意識できない方はこれすごくいいです。バックもそのままできます。上半身を使わないことで足に意識を持っていかないとボレーができなくなりますので、反対の手を後ろ側に持っていく。そうすると足を意識してボレーができるようになりますので、ぜひやってみてください。はい、どうでしたか。手が変わって打点が変わるとやっぱり足も変わります。現代のスピードテニスにはやっぱりターンしてる時間ももったいないんで、こういう方法がメジャーになってきたのかなと思うんですけども、一般プレイヤーの方もストロークに比べてやっぱ動作が少ない、ボレーは
最初からこの打ち方でマスターしちゃってもいいのかなって最近はちょっと思ってます。ただコンチネンタルで持つことで自然とスライスがかかるんですよっていうことは覚えていただきたいんで、やっぱり昔のクラシックなボレーの知識っていうのはあった方が絶対いいです。何でもそうですけど、現代テニスはクラシックなテニスの派生形であることを忘れないで、ください。見た目の表面だけ真似して怪我してしまったら元も子もないんで、足とか上半身に分けたのはそういう意味があります。細かく知って最近のフォームを取り入れてもしっかりボレーができるようにお伝えしたかったから、こうやって2回に分けてますので、その辺をぜひ覚えてください。だんだんやっぱり昔のコンチネンタルグリップが必要なところ、必要な場面っていうのも分かってくると思いますので、いろんな持ち方でやってみるっていうのもいい練習かなと思います。前回前々回とボレーはコンチネンタルグリップで私は持ってません、最近のプロもこういう方多いですよっていう紹介をしました。今日はですね、その動画の中でも状況に応じてグリップを変えられるのが一番いいですよっていう話をしています。やっぱり厚いグリップだといいこともあればデメリットもありますので、そちら側も紹介しようかなと思っていますので、最後まで見てください。それでは行ってみましょう。はい、やっぱり厚いグリップ、薄いグリップ、グリップが変わると打点が変わります。まず厚く持ったり薄く持ったりしたらどう打点が変わるかっていうのを知ることが大事だと思います。厚いグリップの特徴としてはやっぱ前回までやってたみたいに前で取れる、その代わり体に打点が近くなります。薄いグリップにしたら打点が少し後ろ側になりますけど遠くが届くようになります。あとはやっぱり薄いグリップの方が面が自然と上を向きますので、低いボールなんかは打ちやすいです。少し厚くなるとラケットがまっすぐなってきますので、ローボレーなんかは若干打ちにくくなるんですけど、軟式テニスみたいなグリップで打ってるわけじゃないんでほとんど正直気になりません。私はローボレーはグリップをコンチネンタルに持ち替えない、そのまま厚いグリップで持っています。前で当たれば全然気になりませんので、私はローボレーは変えていません。ただすごく遠くのボールとか自分より後ろのボールはグリップを薄くしないと届かなかったり、うまく手首が返せなかったりしますので、そこは変えてますから実際打ってみるんで参考にしてください。厚いグリップは前で取れます。前で取る。ただ遠くが届かないんで遠い時はグリップをすごい薄くして取ってます。その方がリーチが伸びるんで、すごい遠い時はグリップを薄くしてます。こう飛びつくようなボレーの時ですね。自分より後ろのボールですね、高いすごい下がるハイボレーとかそういうのもちょっと厚いグリップは取りづらいんですけども、それは以前に自分より後ろのボールは丸々のグリップで取りましょうっていう動画を出してますので、ちょっと今回は割愛します。よかったらそっちも見てください。バックボレーですね。バックボレーはもともとフォアに近いグリップなんで遠くは取りやすいです。バックにグリップが厚い人の方が体に打点が近くなるんで、フォア目で持ってるグリップなんで遠くは取りやすいです。強いてデメリットを挙げるとすると、本当に速いボールでボーンと叩きたいときはちょっとバックに厚くした方がスピードは出ます。やっぱり上向き面になりやすいグリップなんで、本当にフラット線の速いボールを打ちたかったら
そこは向いてないかなと思います。ちょっと実際言ってみます。普通に持ってたら上向き面になるんで、スライスが強いボールがいきます。これを少しフォアよりテイクバックすることで威力を出しましょうっていうのが前回までの動画だったんですけど、やっぱり本当にフラット性の速いボール、スピードボールで決めに行きたいときは、少しね、フォアに近かったグリップをこうバックに厚く持った方がやっぱり速いです。前に詰める時間があるときなんかは持ち替えちゃっても、厚く持ち替えちゃってもいいと思います。実際やってみます。先週までのグリップだとちょっとスライスが強くなって本当に速いボールは打てませんので、余裕があったらちょっと厚く持ち替えてバーンって叩く、この方が速いです。フラットのあたりで叩けます。全然スピードがやっぱ違う。アングルが打てなくなりますね。手首に角度がついてしまうんでアングルが打てなくなります。これはやっぱ薄いグリップの方がフォアはいいです。バックはフォアに厚いグリップの方がアングルも打ちやすい、面が上向き面になってるわけですから外側を取りやすい、ローボールでも打ちやすいんで、ここは変える必要ないんですけど、フォアに厚いグリップっていうのはやっぱアングルボレーは打ちにくいです。これも結構最近動画を出してるんで、実際打ってる映像はちょっと今日割愛します。最近やっぱり薄いグリップの必要性をすごく感じるなって一番思うところはですね、やっぱりスライスを強くかけたい時ですね。結構厚い当たりでボンって伸びるようなボールがいくと、ストロークの上手い人って相手の力を利用してバーン、速いボール少し弾んでしまったりするとバーンと高いところから打ってくるんですけども、できるだけスライスをしっかりかけて低いところで打たせるっていうのが、やっぱりストロークが上手い人を攻略するにはすごくいいなと思ってて、相手のストロークがもうすごい強打者でストローク得意だっていう人は低いところでなんとか持ち上げさせて遅いボールを打たせたいんで、薄いグリップにしてスライスをいつもより強めにわざとかけてるときはあります。これができるようになってから結構バリエーションが出て、ストロークが強い人からはそんなに強打を食らわなくなったかなと思いますので、ちょっとやってみますから見てみてください。厚いグリップのローレ、ボールは速くて伸びるんですけど、少し弾みやすくなります。そういう場合はやっぱりしっかり薄いグリップにして弾まないローボレーを打つ、これが大事かなと思ってます。スライスを強くかける、ボールが弾まない、弾ませないことで相手の強打を防ぐことができます。カメラの下側に弾まないで滑っていくようなボール、相手のボールが少し浮いてきてミドルボレーぐらいだと薄いグリップ使えば外側に曲げることができるので、より外に追い出したい場合もいいです。相手のボールが浮いてきてたら、こうやって曲げる、曲がるボールが打てます。外側に曲がるようなボールを打てるんで、ミドルボレーとかで外側に追い出したいときなんかは、こういうボールめっちゃいいですね。厚いグリップ、薄いグリップ、厚いグリップ。はい、どうでしたか。やっぱり厚いグリップにすることでうまくいかないところってのはあります。なんで状況に合わせて
グリップが変えれるといいですよって言ってたのは、それです。自分が普通にボレーするときはこのぐらいのグリップがいいからっていうのはあってもいいと思いますけど、状況とかあと対戦相手とかですねに合わせてグリップが変えれるとよりいいと思いますんで、いろいろちょっと試してみてください。僕は結構厚いグリップが好きなんですけども、ストロークがやっぱ速い人に対してスライスが強いボレーを覚えたことで少し勝率が上がったかなと思ってますので、いろんなボレーが打てるといいと思いますんで、いろんな握りで練習してみるっていうのも一つの手かなと思いますんで、参考にしてください。じゃあねー。